ペットには2015年にアメリカ合衆国で制作されたローファンタジーコメディ映画。2012年に制作された映画、ペットの続編。前作同様にセス・マクファーレンが監督、脚本、制作を務めた。主演も前作同様にマーク・ウォールバーグとマクファーレンが務めている。日本では前作同様に字幕版と日本語吹き替え版が 全国公開された後、大人になるまで待てない。バージョンと称した、通常版を、ファミリー向けに再編集した日本語吹き替え版が、PG-12 指定で一部劇場で限定公開された。前作で、ロリーと結婚したジョン・ベネットだったが、離婚してしまい、気象賃していた。その半年後、彼の親友で、生きた、テディベアであるテッドが、 ガールフレンドのタミリンと結婚を果たすところから映画は幕を上げる。しかし結婚から1年後、テッドとタミリンは夫婦喧嘩をこじらせ、仲直りのため子供を設けることを決めるが、テッドは人形のため人間の生死提供者を探すことにする。テッドとジョンはサムジェイ・ジョーンズに頼みに行くが断られ、トム・ブレーディの家に忍び込んで生死を盗む計画も失敗に終わってしまう。 そして、チョンは、テッドのために生死を提供することを申し出るが、婦人科の医師から、タミリンは、過去の薬物乱用のため、子供を作れないと宣告される。テッド夫妻は次に、養子縁組紹介所へ向かうが、それも断られた上、身元調査の過程で、それまで人間同様に扱われていた、テッドの法的人権が、マサチューセッツ州の当局から否定されてしまい、 勤務先のスーパーマーケットからは、解雇、銀行口座や、クレジットカードやピッツァ屋の会員も解約、タミリンとの結婚さえも、無効とされてしまう。テッドとジョンは、マサチューセッツ州を相手に裁判を起こすため、弁護士事務所に相談に行ったところ、無料で良いからと、名の見習い弁護士、サマンサレスリー・ジャクソンを担当に当てられる。人生がかかった大事な裁判だからと一度は、 断りかけた二人だったが、サマンサもマリファナの常習者であったことで、意気投合、裁判に向けて動き出す。一方、前作で、テッドを誘拐したストーカーのドニーは、玩ングメーカーのハズブロ社で清掃員をしていた。彼は、ハズブロの副社長に、もしテッドが裁判で敗訴すれば、人間ではなく、所有物に過ぎないことになり、テッドを盗んでハズブロに提供し、仕組みを解明して量産すれば、 大儲けになると話を持ちかける。ドニーは見返りは量産品一台で良いと言い、副社長はその提案を受け、州政府に優秀な弁護士をつけることを約束する。裁判ではテッドに自己認識や他者を愛する感情があることが確認されたが、製造時にプログラムされた I love you と喋る機能の存在が残っていたことが明らかにされ、 結果的にテッドは所有物という判決が下る。サマンサは優秀な人権派弁護士、パトリック・ミーガンに連絡を取り、テッド、ジョン、サマンサは彼への弁護を頼むために、ボストンから車ではるばるニューヨークへと向かうも、テッドやジョンの素行不良を、善果を理由に弁護を断られる。テッドは絶望し、ジョンとサマンサの中を妬み、二人の元を離れる。てもなく、街中を歩くテッドは、 偶然見かけたコミコンのイベント会場へと入っていき、その後彼を狙うドニーが付け狙う。コミコンの会場で、ラファエロの着ぐるみを着たドニーはテッドを誘拐しようとし、テッドはジョンに電話で助けを呼ぶ。テッドがドニーに捕らえられ、危うく解体されそうになったところで、ジョンとサマンサが駆けつけ救い出す。三人が和解して帰ろうとしたとき、 ドニーが会場の天井にぶら下がっていたエンタープライズ号の巨大模型でテッドを引こうとする。ジョンがテッドを押し倒して助けるが、自分が巨大模型に跳ね飛ばされ、展示物のビジョンの下敷きになってしまう。警備員が駆けつけ、テッドはドニーを探し出し、彼は逮捕される。ジョンは意識を失うが、テッドはそばでひたすら彼の名を呼び続け、 その模様はテレビでも生中継されていた。意識不明のママジョンは病院に運び込まれ、一度は心停止に陥るが、無事蘇生し、医師と共謀して、テッドらに死んだと思わせ驚かす。喜ぶ彼らのもとに、一度は弁護を断ったミーガンが現れ、テッドを助けようとしたジョンの献身や、その直後のテッドの姿に感銘を受け、弁護を引き受けることにしたと申し出る。 ミーアンは裁判で自己認識に加え、コミコンの事件のテレビ放映から、テッドが複合感情を理解し、共感する能力を持つことは明らかであると主張し、前回の判決は覆され、テッドは勝訴する。法廷の外で記者にコメントを求められたテッドは、タミリンに、再びプロポーズする。テッドは、クラバーラングの姓を名乗ることにし、再び結婚。 養子に迎えた男の子の赤ん坊に、アポロクリード・クラバー・ラングと名付ける。ジョンはその子に、テディベアをプレゼントする。テットも、親としておむつ交換をするようになり、瓶のついたおむつをジョンに投げつけ、フェイスブックに投稿した。2012年、セス・マク・ファーレンは、サンディエゴ・コミコンのアメリカン・ダットの会見で、テットの続編制作を発表した。同年9月には、 NBC ユニバーサル CEO のスティーブ・バックマンが、ペットの続編について、可能な限り早く制作するつもりだと発言した。2013年1月に、マーク・ウォールバーグは、トーク番組、アンダーソン・ライブで続編の制作を明言し、ペットと共に、第85回アカデミー賞に登場することを発表した。同年10月2日に、ペット2が2015年6月26日に、 公開されることが発表された。当初の脚本では、テッドとジョンがアメリカに壺を密輸するという物語だったが、プロットがなんちゃって家族と似ていたため没となり、ジョン・ジェイクスの小説、ノースアンドサウスとドレッド・スコット対サンフォード事件で自由を求めて戦ったドレッド・スコットをイメージした内容に変更された。また、前作で、 ミラクニスが演じたロリー・コリンズも続編に登場する予定だったが、脚本が変更され法廷闘争が舞台となり、物語をリードする女性弁護士がヒロインとして必要になったため、彼女の出番がなくなった。2014年2月14日、アマンダ・サイフリットがヒロイン役に起用された。同年6月17日には、ジェシカ・バースが前作に引き続き、 タミリン役を演じることが判明した。また、8月から8月にかけて、パトリック・ウォーバートンの続投と、新キャストとして、モーガン・フリーマン、ナナビジター、マイケル・ドーン、デニス・ヘイスバート、リーアム・ニーソン、ジョン・スラッテリーの出演が判明した。主要撮影は2014年7月28日から11月13日にかけて行われた。 ロッテントマトズには189件のレビューが寄せられ、支持率46%、平均評価5.3、10となっており、テッドにはマーク・ウォールバーグとセス・マク・ファーレンを再開させ、肉体的、精神的なユーモアを提供します。これは、前作のように、面白さは、観客の許容度に依存していますと批評されている。メトクリティックでは48、100点となっており、 シネマスコアでは B 評価となっている。ジェームズ・ベラーディネリーは4つ、正満点中2つ星を与え、ペット2を面白くないということはできません。ストーリーの流れには飽きましたが、時折笑うことができましたと批評した。アリゾナ・リパブリックのビル・グッド・コーンツは、映画は、ほとんどのマクファー,ーレン作品と同様に、時折笑い声を上げる瞬間が存在する。 彼が意図していたよりも多くの笑いを誘うと評価した。USA Today のブライアントルットは4つ、性満点中2つ星を与え、マクファーレン、サルキン、ワイルドの3人は良い脚本を書きましたが、それは全てのコメディ要素を描く、物語の中で最も薄いものでしたと批評した。ザスター・レジャーのスティーブン・ウィティは4つ、性満点中1つ星半を与え、マクファーレンは、 ノートパソコンの F キーを押せば、簡単なジョークをかけます。そのいくつかは面白いですが、そのほとんどは報われていませんと批評した。サンフランシスコクロニクルのミックラ・ラサールは4つ、ボシンチュー中ンつ星を与え、マクファーレンは、霊賞的ですが、ペットには穏やかで楽しいエンターテインメントの憧れを感じさせますと評価した。シアトルタイムズのソレン・アンダーソンは4つ、 性満点中二つ星を与え、コメディと真剣さ。洗練された監督なら、二つの要素をうまく融合させることができたかもしれません。しかし、ソヤなマクファーレンには、その能力はありませんでしたと批評した。トゥデイが2015年10月27日に行ったインタビューの中で、マクファーレンは、ペットさんを制作する可能性を否定せず、何も決まっていないけれど、 映画版のテッドとは距離を置きたいんだ。だから新たな作品の可能性はあるけれど、これからすぐのプランはないよと話した。ありがとうございます。